ピーンと刺しみたりしたんだけど、なんか感情の演出みたいな。それは喜んでる感情なのじゃん。どうなんでしょうね。誘ってる感じじゃないですか。いろんな尻尾のパターンを取ったんですけど。誘っている感じが、なるほどね。はい。その部屋、寝室とかに飾って、毎日寝る前とか朝起きた時に見て、ね、一緒に頑張ろうと思ったらしいです。ちょうどフリーに、去年の9月にフリーになってから、1年ちょっと経ちまして、今まで夢だった写真集やカレンダーとか、あと来年1月にはトレカの発売を決定しまして、それも初めてなんですけど、いろいろ初めて尽くしなことが増えてきまして、演技だったりアパレルモデルだったり、めちゃめちゃたくさんのお仕事ができて、もうすごい充実した躍進の1年だったと思います。取材が終わりました。結構取材長かった気がする。時間大丈夫？お疲れ様です。これからキスマーク色紙を生産します。いきます。できた。いい感じです。見せてもらえますか？おお、すごい。なんか、ね、口でかい人みたいな。そう、え、何これ？こっちを止め、多分通常の土地を止め、うちにあるんだけど、なんかちょっとパイみたいなデザインになってる。デザイン変わった？ルルルン大好きで集めてます。嬉しい。ここ何だろう。ちょっと雑な破り方しようか。かわいい、ありがとう。なんかミッフィーだ。あ、これ前回もミッフィーのプレゼントくれた方いるから、その方かな。か
可愛い、ありがとうございます。あとあと、なんといってもいいな、ありがとうございます。すごい、今回もマホホと一緒にいただいて帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。